名詞、監視、重複数形の名詞を使った重要表現、練習会です。まずは確認ね、こちら、ドン。メイクフレンズウィズヒト、人人と友達になる、フレンズ、複数形ね。シェイクハンズウィズヒト、人人と握手する、ハンズ、複数形ね。チェンジトレインズ、電車を乗り換える、トレインズ、複数形ね。そしてビ g ングロターム m ウィズヒト、人人と仲が良い。 t e r m 複数形ねこのように熟語表現の中に含まれる名詞が複数形になっているというところがポイントです早速スタートしますはい問題です問題はこちらドン次の英文を日本語に訳しなさい二つ用意しました He met a friend with his new neighbor You should on soccer change train that thing the はい、もうここがね、Make Friends with の過去形で Made Friends with。Change Trains。はい、それぞれポイントはここ。訳すと、彼は新しいお隣さんと友達になったと。 はいこのようになるわけですね,ネイバーね隣人隣の人という意味ですね。ですからまあ、ね、隣の人と仲良しになったお友達になった、ね、寮で隣の人が変わって新しい人入ったとかそういうことでしょうかね。Make friends with ですそして2番「あなたは新大阪駅で」。 電車を乗り換えるべきですはいということですすはいいととうこね地下鉄みぞお線で梅田まで行って梅田から JR 乗り換えるよりは先にね新大阪で乗り換えると梅田でバーって JR 大阪駅でバーっと降りるからい座れるよっていうね。 分かる人には分かる話ですけれどもねはいということで複数形のトレインズということです入試レベルにチャレンジ問題はこちらドン「次の日本文に合うように括弧内の英語を並び替えなさいただし余計な1語が含まれています」「メアリーはムと,と数年間仲が悪いままだ」出ました。ね、これ ーけずポイントで言ったんですけれども be on good times with 人でしたねこれで人と仲が良いこれを応用して bad 人と仲が悪いこれを使うわけですはいですから今回は答えは married has been on bad With Tom. あとはごめんなさい、トントントンで省略しちゃいます。はい、メアリーはトムと、ね、数年来仲が悪いということ。be on good terms。ね、これで仲が良いでしたが、bad の場合も be on bad terms ということで使います。複数形の名詞を含む熟語表現。 ですはいというわけで今回は複数形をね一生懸命学んでみたんですけれども熟語表現です。ですから難しいことを考えなくても4つ4つの熟語を覚えてしまえばおしまいです。今回はボーーナスステージだったたかなお疲れ様でした